はい、どうもこんにちは、くんちです。今回はですね、先日上げた動画の方で、我が家ジープレネゲードの1年目のメンテナンス点検の方ですね、こちらに関する動画をアップしていたんですけれども、その際の点検の方でどうやら一部ですね、部品の交換をするところがあったということで、まあ内容的にはそんなね、大掛かりなものではなく、交換をしといた方がいいというようなものだったので、とりあえず車はその時点でそのまま乗って帰ってきてですね、また数日前に電話の方をディーラーさんからいただきまして、部品の方が全て揃ったので修理に来てくださいということで、これから行ってきたいと思いますね。修理の方、先日の電話の方ではまあその日に終わるんですけれども、半日ですね、日中はお預かりする形になるのでということで、今回台車の方もですねお借りできるということでしたので、これから、この、レネゲードの方を、届けて、その間の台車をですねお借りして一旦帰ってきたいと思います。はい、ということでね、まあそろそろ時間にもなるんで、これから準備して早速、ディーラーさんの方にですねこのレネゲードお渡ししに行きたいと思います。それでは行ってきます。さあ、そろそろ見えてきましたね。はい、右側に、お世話になっているジープのディーラーさん、見えてきました。はい、それではね、今お店の裏手に回りまして、これからディーラーさんのところに行ってきたいと思います。はい、ということでね、今レネゲードの方はディーラーさんの方にお渡ししてきました。台車の方をお借りしたんですが、せっかくなんでね、まああまりお借りしたものなんで隅々までとはいきませんが、ちょっとね借りた台車の方をご紹介してみたいと思います。はい、じゃじゃん。ということで今回お借りしたのは、このレッドのね真っ赤なカラーが、特徴的なジープのコンパスですね。前がこんな感じです。で、横のボディにはレネゲードと同じくですねコンパスのマークがついてます。で、横全体見るとこういう感じで、やっぱりレネゲードよりね縦長な印象がありますね。で、こちらもねグレードの方は同じくロンジチュードの方ですねお借りしてます。フロントのライトはこんな感じですね。ちょっと切れ長な印象ですね。リアの方ですね、こちらの方もですね割となんか切れ長なイメージありますね。で、今度運転席周りの方なんですが、こちらに関しては主にねパネル関係はほぼ一緒なイメージですね。ついてるものは、まあ、グレードも一緒なので概ね変わらないかなといった印象です。で、この運転モニターの方もそれほど大きな違いはない感じですかね。ちょっとモニターのレイアウトというかモニター自体に映る内容はちょっと違っているような気もしますが、まあ、概ね変わらないです。で、次モニターの方なんですが、このモニターに関しては今我が家のですねレネゲードのロンジチュードについてるモニターよりも大きいですね。インチが多分大きいです。で、さらにですねちょっとこれ、先ほどいじってみたらテレビがどうやら見れるようなんですね。なのでそこら辺がコンパスの標準なのかどうかまではわからないんですけども、まあ、テレビが見れるというのとインチがちょっと大きいというのは違いの部分でありました。メニューのレイアウトあたりは似たような感じなんで、同じく有効ネクトのモニターなんだとは思うんですけれども、まあ、そこら辺が違うかなといった感じです。あとはね、この車内空間に関してはあまり乗った感じ違和感というか差は感じないんですけども、やっぱりちょっと面積というか幅というか、そこら辺は気持ち大きいのかなと。そこまででも大きな違いは感じないんですけども、レネゲードと比べるとやっぱり車体が、大きくなってる分、まあ、車内空間もちょっと余裕ができているのかなという印象を持ちました。でね、今日のレネゲードの部品の交換の方ですね、オイルシールの部品の交換の方は夕方の5時頃ね引き取りに行く予定なんで、ちょっとまだ時間があるので、せっかくなんでねお借りしたこのコンパスでママとあっくんと3人でね、お昼ご飯でも食べに行こうかなと思います。で、その時ね実際運転してみての感じだったり、ママとあっくんにね後ろに乗ってもらって、後ろに乗った時どんな感じかなっていう、まあ感覚ですね、そういったところもですねちょっとご紹介できたらなと思います。ということでね、じゃあ家の方に帰って3人で出かける準備していきたいと思います。それではまた後ほど。赤い車、これなんて車？
ジープコンパス。そうだね。じゃあ今日はこれに乗って出かけましょう。うん。じゃあちょっとチャイルドシートつけます。おお、かっこいいね、かっこいいね、車。はい、じゃあね、レネゲードみんな乗り込みましたので出発したい。はい、じゃあね、みんなジープコンパスに乗り込みましたので出発したいと思います。それではクイですか、レッツゴー、行ってきます。これ謎コンビール。ねね、あっくんコンパスはどうですか、乗ってみて。楽しそう。あっくんパンケーキにする。あっくんは早くもお昼の話になっちゃったね。どう、この車どう、広いね、いい感じ。いい感じだね。中はね、やっぱりね、ちょっとね、広く感じる。でもね、運転してみた感じは感覚的には変わらない。ただ、やっぱり車のパワー、初速だったり加速っていうのはレネゲードよりはあるなという感じがします。あんまり踏み込んでないけどね、やっぱり初速はこうグンと揺れる感じがする。気になるところとしては前のフロントガラスが結構傾斜がきついので、運転席と助手席もだと思うんだけど、結構天井の近さっていうのはレネゲードよりね感じるかな。でもちょっと後で映すけど、リアシートの真ん中に膝掛けとカップホルダーがついてて、それは便利そうだね。すごい、後ろはね広くて快適かも。ちなみにね、燃費の方はリッター 7.6 ってことで、そこら辺はちょっとレネゲードよりはやっぱり燃費は落ちるみたいだけど、その分ね、レギュラーガソリンらしいから、まあ、コスト的にはそんな大きな違いないのかもしれないね。そうだね、特段変わったことってあんまりないんだよね、多分。で、乗った感じそんなに変わったイメージないよね。車内も広、後ろがすごい後部座席は広々してるけど、それ以外は変わらない。まあ、街乗りのファミリー、まさにファミリー向けって感じ。そうだね。これ、後ろは5人余裕だね。チャイルドシートつけてたもん。乗った感じのコーナリングもやっぱり安定感はあるかも。あんまりこの振られたりとかっていう感じがしないね。はい、ということでね、お昼ご飯食べるところに着いたんですけど、今順番待ちです。はい、順番待ちしてます。その間にね、ちょっと、室内の中もうちょっとご紹介をしてみたいと思います。はい、じゃあ君、後ろの座席には何が付いてますか。これ、レネゲードには付いてないやつ。そう、ボンボン。はい、じゃあちょっとここ映してもらっていいですか。エアコンの吹き出し口ついてます。はい、あと後ろに乗って気づいたのがこちら、天井にね、これライトないんですよ。その代わりここの手持ちの部分にライトが両脇ついてるということで、これも結構降りる時とかも光ったね。降りる時とかも結構便利かもね。でね、これ運転席から後ろ覗いてもやっぱりレネゲードよりちょっと奥行き感はあるのかもしれないです。奥行き感は感じます。感じますね。奥行きはあるし、横幅も広いよね、やっぱり、ね、多分ドアが少し外側にこう混んでるんで、その分多分広さが感じるのかなっていうところですね。ちょっと細かいところなんですけども、運転席の背中側、これポケット多分ね、レネゲードついてないんだよね。ついてない。助手席側にはレネゲードついてるんだけど、運転席側は確かついてなかったと思う。これも便利かもしれない。そうだね。はい、じゃあそんなところかな。うん、そんなところ。じゃあちょっともうちょっとね、お昼ご飯待ちしたいと思います。はーい、我慢できるかな、あくん。あくんはお腹空いちゃって。腹ペコモンスター。はい。はい、ということでまたじゃあ後ほど。あくん見て、ファイヤーがあるファイヤー。こちら、コナズコーヒーです。それは？レモンメイド。
ね、ガバジですね。美味しそう。いちごみたいな。なんか丸すぼりすぎる。すごいんだけどね。ね、すごいね。あ、美味しい。カリカカ。到着しましたね。こちらはロコモコだっけ。ロコモコです。すごいボリューム。美味しそう。すごいな。もちこつき。さらにこれうどん。なんかとんでもないボリュームだね。すごいね。はい、じゃあいただきます。はい、ということでですね、無事にあれからメンテナンスの方が終了いたしまして、今こちらレネゲードですね、引き取ってきました。改めて今回メンテナンスしていただいた説明の方を受けたんですけれども、オイルがまあ少し染み出していたということで、そのシール交換ですねをしていただきました。作業自体も予定より少し早く終わったので、特に問題なくですね、終了することができました。で、今回ですね、修理費用の方なんですけれども、以前の動画でもですね説明はさせていただいているんですが、このジープレネゲード購入するにあたりまして、購入時にはメンテナンスのねプログラムというものに加入をしていたので、今回ですねそのプログラムの対応ないということで、特にメンテナンスにかかる費用というものは発生しませんでした。こちらもね、結構やっぱり車も機械物なので、丁寧にね乗っていたとしても、ところどころやっぱり不具合というものは出てくるものなので、そういった意味ではね、初めにプログラムの方へ加入するそのコストというものはかかりますけれども、こういった時には安心できるのかなといった感じです。今日は予期せず、まあ、コンパスの方にもね乗る機会をいただけたので、いい一日になったなというところでした。といったところで、本日の動画は以上になります。今後もね、ジープレネゲード、またねジープに関することなどね、何かあればその都度動画で上げていきたいと思いますので、よろしかったらこれからもですね、ご視聴のほどよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。それではバイバイ。